温度とは、温冷の度合いを表す指標である。二つの物体の温度の工程は、温度的な接触により、エネルギーが移動する方向によって定義される。すなわち温度とはエネルギーが自然に移動していく、方向を示す指標であると言える。標準的には、接触により、エネルギーマイナスが流出する、側の温度が高く、エネルギーマイナスが流入する、側の温度が、 低いように定められる。接触させてもエネルギーの移動が起こらない場合は二つの物体の温度が等しい。この状態を温度平行と呼ぶ。マクスウェルは気体の温度は分子の乱雑な平身運動エネルギーの平均値のみによって決まる。ただし液体または固体状態にある物体に対する同様な結果は現在のところ確立されるにいた。 いないと述べていた。2。最近、いガラしは、液体や固体に対しても成り立つ温度の定義を提案している。それによると、分子間力が、一のみの関数であれば、多原子分子で、相互作用が存在しても、分子の平心運動エネルギーの平均値を、統計力学を用いて、厳密に求めることができて、その結果は、マクスウェルの速度分布速度一致し、 絶対温度と質量のみの関数となる3、4。この結果を簡潔に述べると次のようになる。温度は原子、分子の乱雑な平均運動エネルギーの平均値を示しているということができる。気体分子の平均運動の速度分布ついてのマクスウェルの速度分布速は気体ばかりでなく液体や固体に対しても成立することが 原島新先生のテキストにも記されているが、数学的証明は付されていない。温度が分子の乱雑な平身運動の運動エネルギーの平均値によって決まり分、分子内の回転や振動運動は温度に依存して冷気されるが、温度には寄与しないことを、いがらは思考実験を用いてし、証明している。統計力学によれば、 温度は物質を構成する分子の乱雑な平均運動エネルギーの平均値として、イガラしが導出したように求めることができる。このようにして求めた温度は、熱力学温度と一致する。熱力学温度の 0. 点は、絶対0度と呼ばれ、分子の乱雑な平均運動が停止する状態に相当する。ただし、絶対零度は極限的な状態であり、 有限の操作で物質が絶対0度となることはない。また、量子力学的な不確定性があるため、絶対0度になっても、分子の運動は止まることはない。しかし、この時の分子の運動は、乱雑な平身運動ではない。この時の分子の運動は、量子力学的ゼロ点振動と呼ばれ、乱雑な運動ではないので、エントロピーには寄与しないので、 絶対0度では、エントロピーは、ゼロであり、分子の乱雑な平心運動も停止し、ゼロとなる。温度は物質を構成する分子の乱雑な、平心運動エネルギーの平均値だからである。温度は、化学反応において強い影響力を持つ。また、生物には、それぞれ指摘温度があり、ごく狭い範囲の温度の環境下でしか生存できない。化学や、 生物学における観察や実験では基礎的な条件として温度を記録する必要がありあるいは温度を調整することが実験を成立させる重要な条件となる。また生物学や医学において組織や検体を冷蔵するのは温度を下げることで化学変化の速度を抑える意味がある。動力学理論ではケルビン温度は温度、熱平衡状態における 一自由度あたりの運動エネルギーの平均値に関連付けられる。エネルギー等配分の法則によると、K の個々の自由度あたりの運動エネルギーは、KBT2 となる。ここで、T は、絶対温度、KB は、ボルツマン定数である。三次元空間で、粒子の平均自由度は3なので、単元式体粒子1個は、3KBT になるエネルギーを持つ。 例えば、気体状態の酸素分子は、平身に加えて、回転と振動を持つ。それぞれの一自由度あたりの運動エネルギーは、KBT2 であるが、振動のモードは、常温を含む低い温度領域では、量子力学的に凍結されるので、分子1個あたりの全エネルギーは 5KBT2 となる。また、高い温度領域では、調和振動子と禁止される。 振動のモードとなり、運動エネルギー及びそれとほぼ等しい、ポテンシャルエネルギーが加わるので、分子1個あたりの全エネルギーは 7KBT2 となる。平身、回転、振動などの核モードは、このような一定の制約のもとに等配分され、その統一尺度が温度と言えるが、ポテンシャルや周期性の観点から、最も制約の少ないのが、機体の平身エネルギーである。 固体の温度エネルギーは、デバイ温度より高い温度領域では、原子1個あたり、6KBT2 で禁じされるが、これも、原子の1個が30度の調和振動子を、構成するからである。エネルギー等配分の法則は、混合気体における異種気体粒子相互においても、成り立つのみならず、こうしたことは結果であって、実は、この結果に近づける。 均等化作用が存在すると考えられる。この均等化作用が物体中の空間的不均一に対して働く。結果は熱伝導と言えるが同じ空間を占めていても物質と輻写状とが異なる温度を長時間保持するケースは考えられ、この場合はそれぞれの温度を分けて考えるべきである。温度は統計的な実定なので、 空間的、時間的に、やや広い計測範囲が必要であり、機体であれば、その粒子が複数回衝突する時間や空間が、必要である。例えば機体の平身、回転、振動といった、運動のモードは、このような時空の範囲では、十分に均等化すると考えられる。しかし、マクスウェルが指摘しているように分子の回転。 振動といった運動のモードは温度に依存して冷気されるが、温度には寄与しないことに留意する必要がある。2。いわゆる断熱自由膨張などはあくまで例外的な過渡現象である。歴史上様々な温度の定義があったが、現在の国際量体系における基本量に位置づけられる熱力学温度の定義は、温度、熱平衡状態における系の内部エネルギー U を 体積を一定に保って、エントロピー S で変微分したものである。V。現時点で、非平行状態での温度やエントロピーの定義は、本来の意味で定義できないこともあり、途上段階である。温度は、非常に測りにくい、物理量の一つである。温度は統計値であるから、低密度な物体や、非常に狭い波囲を対象に計測するなど、分子数が少ない場合には、 統計的に値が安定せず意味がなくなること、非常に大量の分子の運動状態を一個一個観測することは、現在の技術では不可能であり代わりに間接計測を行っていることに禁している。温度を計測する方法としては、計測対象となる物体から放射される、電磁波を計測する方法や、長い時間をかけて計測プローブを、計測対象となる物体に接触させ、 温度平行状態にさせてから測る方法がある。どちらの方法も何らかの計測上の問題を抱えている。しかし、近年の高速温度測定装置では、対象物の大きさ数十マイクロメートル、測定時間は数ミリ秒程度で測定可能となっており、物理現象を捉える一つの手段としての有効性が向上してきている。 物体の寒暖の度合いを定量的に表そうという試みを始めていったのは異設はあるがガリレオガリレーであると考えられているガリレーは空気の熱膨張の性質を利用して物体の温度を計測できる装置すなわち温度計を作成したガリレーの作った温度計は気圧などの影響を受けてしまうために実際に温度を定量的に表すには及ばなかったが このように物質の温度による性質の変化を利用して、寒暖の度合いを定量的に表そうという試みは、以後も続けられた。初めて、メモリ付き温度計により、数値によって温度を表現しようとしたのは、オーレ・レーマーである。レーマーは、水の沸点を60度、水の融点を7.5度とする温度メモリを作成した。温度メモリを作成するには、 このように2点の定義定点が必要となる。多くの独自の温度メモリが作成されたが、現在では日常的にはアンデルスセルシウスによって作成された摂氏温度メモリ、ガブリエル・ファーレン・ハイトによって作成された可視温度メモリが主に使用されている。かつては温度と熱の概念の区別が明確にされていなかった。温度と熱の違いに初めて気がついたのは、 ジョゼフ・ブラックであると考えられている。ブラックは氷が誘拐している最中は熱を吸収しても温度が変化しないことを発見した。また、温度の違う同出量の水銀と水を混ぜる実験を行い、それぞれ水と水銀の温度変化にある定数をかけた量が常に等しくなることを発見した。これは熱容量の概念であり温度変化に上ずる定数が 熱容量に相当し、常に等しくなる量は移動する熱量である。これらの実験により、温度と熱が異なる概念であることが確立された。その後、19世紀に入ると、効率の良い熱機関の開発の要請から、熱力学の構築が進んでいった。ニコラレオナ・アルサディカルノは、熱機関の効率には、熱源と冷媒の間の温度差によって決まる上限が、 あることを発見した。このことから、熱力学第二法則についての研究が進んでいった。熱力学第二法則によれば、外部から仕事がなされない限り、熱エネルギーは温度の高い物体から温度の低い物体にしか移動しない。ウィリアム・トムソンは、カルノーサイクルで熱源と冷媒に出入りする、熱エネルギーから温度メモリが構築できることを示した。 これを、熱力学温度メモリという。熱力学温度においては一つの定義定点は、カルノーサイクルの効率が1となる温度であり、これは、摂氏温度メモリで表せば摂氏273.15度である。熱力学第二法則によれば、この温度に到達するには無限の仕事が必要となり、それより低い温度は存在しない。そのため、この温度を、 絶対0度とも言う。熱力温度メモリでは、この絶対0度を原点としている。温度の加減の存在は、トムソニー以前に、シャルルの法則から、あらゆる気体の体積が0となる温度として考えられていた。原子、分子レベルにおける温度の意味については、ジェームズ・クラーク・マクスウェルの気体分子運動論によって、初めて明らかとなった。 気体分子の平均運動の速度分布はマックスウェル分布に従い、この分布関数の形状は温度に依存している。特に気体分子の平均運動エネルギーの平均値は3、2KT となり温度に比例する。すなわち温度は分子の平均運動の激しさを表す数値でもある。このためプラズマ中のイオンや電子の持つ平均運動エネルギーを温度で表現することがある。 プラズマ中のイオにや電子は平身運動の自由としか持たないからである。この時は通常平均運動エネルギーイコール KT となる温度 T によって表現する。ルートビッヒ・ボルツマンはこのマックスウェルの考え方を発展させ統計熱力学を構築した。統計熱力学ではあらゆる形態のエネルギーにこの考え方が拡張されている。 温度が高いほど高いエネルギーを持つ原子や分子の割合が大きくなり、原子や分子の持つ平均エネルギーの大きさも増加する。このように統計熱力学において温度は分子の平均運動エネルギー分布の仕方を表す指標である。量子論が確立してくると、古典的な統計熱力学は量子統計の禁似であることが明らかとなった。 古典論においては 0K において、あらゆる粒子は運動を停止した最低エネルギー状態を取ることになるが、量子論においては、粒子は 0K においても0点エネルギーを持つ静止状態とはならない。この物理現象は0点振動と呼ばれている。また、ボース粒子のエネルギー分布は、ボースアインシュタイン分布、フェルミ粒子のエネルギー分布は、フェルミディラック分布となる。 フェルミ粒子においては、パウリの排他原理により、絶対0度においても、古典論では、数万系にも相当するような大きなエネルギーを持つ、粒子が存在するが、これは、エネルギーを、常識の KT に代入して、温度とみなしたことによるもので、真の温度を示しててのではない。ことに留意することが大切であるしかたがって、温度が、 分子の平均運動エネルギー分布の仕方を表す指標であることは古典統計と変わっていない。国際単位系においては温度には熱力学温度を使用し単位としてケルビンを使用することになっている。しかし、熱力学温度は理想化された計の性質から定義される温度であるから実際に計測することは容易ではない。そこで、 熱力学温度と実用上一致し、測定しやすい温度として、国際温度メモリが定められている。現在使用されている温度メモリは1990年に定められたもので、ITS-90 と呼ばれている。国際温度メモリは、ある領域の温度を定義する、計測器とそれを構成するための定義定点からなる。 測定方法には物体に直接触れて測る接触式と触らずに測る非接触式がある。接触式は膨張式と電気式、係数式等があり、膨張式は気圧温度計や蒸気圧温度計など温度変化による気体の圧力変化を測るものや水銀温度計のような液体の長さを測るもの、固体の変形を測るバイメタル式がある。 電気式は温度によって抵抗率が変わる原理を利用した白金抵抗温度計や熱伝体など金属線を用いるものサーミスタやダイオードなど半導体を用いるものがある温度変化を共振周波数変化として計測できる水晶、温度計は係数式に分類されこの他にもサーモペイントや液晶も接触して温度変化を測定できる非接触式は 検出波長によって2種類に分かれる。一つは、約2メートル5メートルの短波長の赤外線を検出波長体とする量子型。もう一つは、約8から14メートルの長波長の赤外線を検出波長体とする熱系。それぞれの検出波長体は、大気による赤外線の減衰が小さい波長体にあたり、量子型は検出素子にインスビー。 イノズなどを使い、熱計はマイクロボロメーターを使っている。非接触式の温度計としては代表的なものとして赤外センサーモグラフィがある。人が感じる温度は気温だけでは決まらず、風や湿度、周囲の物体の熱放射にも影響を受ける。これらを勘案して衛量的に表した温度を体感温度という。温度差は 文字通り二つの物質における温度の違いのその量の差であるが、1990年代初め頃から、日本では一つの物事や案件に対して、複数の関係者間での熱意、考え方や思惑などの違い、価値観の違いの比喩として、温度差と表現することがある。これは、それぞれの関係者の考え方や思惑などを、 熱い思いと冷めた思いと捉え、その違いを物理的な温度の違いとして例えた言葉で、ある。PC リエジチョ、サーマルフィジクスアンイントロダクションツーサーモダイナミックス、スタティスティカルメカニックス、アンドキネティックセオリーセカンドエディション、オックスフォードユニバーシティプレス PQ の2、ファーストローオブサーモダイナミックス2.10ス、ローアンドスケールオブテンパチャーの冒頭に、次の記述がある。 ザ・モースト・ダイレクトリー・アクセシブル・サーマル・コンセプト・イズ・ノットヒート・バット・ラザー・テンパチャー・ザ・レラティブ・センセーション・オブ・ホット・アンド・コールド・ J.C. マックス・ウェル世界の名著65現代の科学一湯川秀樹・井上健責任編集・解説・期待の分子論を主とした最近の分子科学の解説ピアニッシュも1231から9現状は The Scientific Papers of ジェームズ・クラークマックスウェルボリューム2ドーバーピアニッシモ445から484イガラシやすのり・ヤスノリ MVTR にイコール KT の関係式は液体や固体についても成立するか温度測定の原理の考察から日本物理学会講演概要集ボリューム 69No.2 P240 イガラシやすのり・ヤスノリ 相互作用のある多原子分子集団における速度分布について温度の分子論的意味マイナス日本物理学会講演概要集ボリューム72ナンバーワン DVD 版科学物理文化会17.3原島新た基礎物理学一理気学相対論熱学学術図書昭和44年初版ピアニッシも309から310いがら康安 温度とは何か引く温度の分子論的意味マイナス、日本物理学会講演概要集、ボリューム66、no.、ナンバーワン、P443 イガラシアスノリ、温度概念の分子論的構造と検証実験。日本物理学会講演概要集、ボリューム68、ナンバーワン、第2分冊 P470。ありがとうございます。